連合軍は消え…ねえ、オーディン。の力をハデスにぶつけましょう。泉へ向かうには神殿に力を注ぐんだったわね。もういい加減この展開にも飽きてきたけど。頼りにされているのだ。答えのわけにもいくまい。わしは東の神殿へ向かおう。オーディンの魂を解放するため、そしてみんなの未来を守るために。何をしたところで今の俺にかなうはずがない。やってやろう。消し去ってやるよ。お前たちの命も未来もな。ハデス殿、今こそあなたと決着をつける。我らには多くの死地を乗り越え得た絆がある。その力で世界を救いましょう。お前たちとの決戦にふさわしい舞台を用意。さあ存分に楽しもうじゃないか。ほう、やるな。これからもその調子で励むがいい。姿形は同じ、実力は似ても似つかぬな。気兼ねなく叩きのめしてやるとしよう。信長は守る。素晴らしい活躍だ。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。全能たる私に勝てるはずがなかろう。守るからには傷一つつけさせはしない。今こそ攻め立ててやろう。かき乱してやろう。手を打とう。その勢いに乗るのも一興だな。
事なる働き、天下無双の座教図を。勝手な真似はさせん。素晴らしい戦ぶりだな。見ていると私も勇気づけられるよ。弟よ、久々に派手な兄弟喧嘩と行こうか。ハデスをもわしを憎む。お前とて己の立場に誇りを持っていたではないか。説明してもきっとお前は理解できないさ。昔からそういうやつだった。ミーミルの泉で待っていてやるよ、ゼウス。次が最後、決着をつけようぜ。では神殿に我が力を注ぐとしよう。泉へ通じる道を急ぎ開かねばな。どうじゃ。見事な働きだ。今後も私の助けとなること期待しているぞ。さあ先に出してやろう。ほう、やるな。これからもその調子で励むがいい。素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろうな。打ち取りました。よくやった。そのまま行け。させるだろう。妙な勘違いはやめてもらおう。神殿に力を注ぐわ。泉への道を開け。ハデスはこの先よ。さ、急ぎましょう。
ついにここまでやってきたか。なら相応のもてなしをしてやらないとな。前回の強者たちまで幻影に仕立てるとは、ハデスの力いよいよ感化できんな。ザコが何の姿をかたどろうと知ったことか。まとめて叩き潰してやる。へえ、旋回の幻影を倒しちまったのか。ま、今の俺の力ならあの程度いつでも作れるがな。ハデスよ、力に溺れてはならぬ。ユードラシルの力を吸収し続ければお前とて。はこの後に及んで俺の心配か。どうせ心にもないくせに無理するのはよせよ。共に絶望を振り向こうぞ。お前が私を地上へ返したのはユグドラシルを育てさせ奪うためだったのだ。その通りだ、オーディ。お前はなかなかに使えるやつだった。けど魂を奪えなかったのは誤算だったな。今度こそ俺のものにしてやるよ。アレスとアテナの幻影ではないか。本物より骨があるやもしれぬな。失礼。幻影ごときに遅れを取るなどありえません。ついに時は満ちた。暗く冷たい冥府、この瞬間を待ちわびていた。ゼウス、今こそ俺はお前を倒す。そして前転を滑る神々の王となるのだ。どうじゃ、ずいぶんと張り切っているようだな。お前の活躍は見ていて気持ちがいい。ゼウスの幻影まで作り出してしまうなんて。ハデスの力はかなり強まっているみたいね。なんという強さだ。これがユグドラシルを得たハデス殿の力か。ずいぶん苦しそうだな。そろそろ諦めて命乞いでもしてみたらどうだ。諦めるわけにはいかぬ。ユグドラシルを滅ぼし世界を救ってみせる。ユグドラシルを滅ぼす、本当にできるのか。それはオーディンの魂を滅ぼすことと同じなんだぞ。いいえ、オーディンの魂は救えるはずよ。この神器バイデントを使えばね。おめでたいやつらだ。その神器を使えば何が起こるか本当に分かっているのか。確かにそれを使えば囚われたオーディンの魂を解き放ち、ユグドラシルを滅ぼすことができるだろう。が、オーディン、お前の魂は本来死ぬべき運命にあったもの。それを体に戻したとき何が起こると思う？わかるな？一度ねじ曲げた運命が再びお前に降りかかる。お前は死ぬ、滅びるんだ。
一度ねじ曲げてやるまでだ。そう、運命とやらをな。イドラシルの力が消えていく。オーディン、やってくれたな。だが力を得る術は残されている。俺はまだ負けてはいない。ハデストロ、一体どこへ？ハデスったら、まだ何かする気みたいね。あの子の力を強く感じるわ。こっちよ。今こそ攻め立ててやろう。オーディン、息が上がっているようだが。放っておいてもらおう。久々に魂を得て喜びに打ち震えているところだ。地下に続く階段か。おそらくはこの先にハデスが。どうだ、なかなかいいだろう。ユードラシルに作った俺の城さ。さあもう一度やり合おうじゃないか。かかってこいよ。死ぬ気でな。私は北東の祭壇を抑えるとしよう。ペルセウス、私たちもオーディンに続くぞ。分かった、共に行こう。ペルセウス、私と共に来ると。北西の祭壇を叩き潰す。余計なものまで潰されてはかなわん。俺も同行する。気質の違う人間同士の連携、興味が湧くな。近くで見物させてもらうとしよう。さあ、かき乱してやろう。この祭壇を制した。これで少しはハデスの力を抑えられよう。なかなかやるやる。それじゃあこんなのはどうだ。守ります。南西の祭壇は俺に任せてもらおう。我らは南東の祭壇を目指すとしよう。こちらの祭壇も無力化したよ。少しはハデスの力を削ぐことができただろうか。これほどの幻影を容易に生み出すとは、一体どれほどの力を吸収している。さあ
ー幻影たちよ、奴らを消しちゃってしまえ。ユグドラシルはすでに力を失ったはずだ。ハデスは一体何の力を利用しているのか。おそらくボロビエと向かう力。ユグドラシルが吸い上げていったこの異界の力。ボロビエ向かう力、そんなものを吸収してハデスは平気なのかしら。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。私に挑む。よかろう、かかってくるがいい。打ち取りました。お前の相手は私だ。良い働きだ。その勢いに乗るのも一興だな。終わらせます。祭壇を制圧した。力の流れも途絶えてる。まだまだ行くぞ。もっと俺を楽しませてくれよ。共に奏でましょう。よしよいぞ。今こそ攻め立ててやろう。いつもなら素晴らしい戦いぶりだ。どうしてそんなに賢明でいられるのだろうな。よくやった、そのまま行け。この祭壇は制圧した。これで少しは戦いやすくなろう。さていつまでもつかな。ゲーたちよ、地の底よりいでよ。さあ行くわよ。大地に勝利への道を切り開くの。守りは私が引き受けよう。どうか役に立たせてくれ。もう俺の前に立つ。ほう、やるな。これからもその調子で励むがいい。ずいぶん待たせてくれたじゃないか。さあ勝負と行こうぜ。楽しいなゼウス、お前と本気でやり合えて俺は嬉しいよ。だがもう遊びは終わりにしよう。次でお前を倒す。俺がお前を超えるんだ。ハデス、あの子なんだか様子が変だったわ。膨大な異界の力を吸収し続けているのだ。何らかの影響が出始めたのかもしれん。まだだ、まだ幕は降りていない。さあお互いに死力を尽くそうじゃないか。何かしら、とても良くないことが起きる予感がするの。とにかくニーミルの泉へ急ぎましょう。悪い予感を現実のものとさせないために。打ち取りました。素晴らしい活躍。人間の力を見ることができてわしは嬉しいぞ。破壊神の幻影まで作り出すとは。ハデスめ、力を使いすぎだ。いい出来だろう。今の俺に不可能なことはない。俺こそが神々の王にふさわしいんだ。
道は開けたわね。さあミーミルの泉へ急ぎましょう。どうだろう、勧誘だったか。ゼウスの力、その立場、全てを奪い凌駕する。今の俺にはそれだけの力があるはずだ。さあ今度こそ幕を引きましょう。滅びゆくこの異界とハデスの暴走に心を一つにすれば越えられる七などない。この試練も我らならば必ず乗り越えられる。ああ雪村殿、我らの力で世界をあるべき姿に戻そう。さすがです、あなたならばと思っておりました。今こそ光り届かぬ冥府から解き放たれ、輝くオリンポスの頂点に君臨する時、ゼウスを超える。この俺が神の中の神となるのだ。ゼウス、お前を倒す。お前を超えてやる。うん、来いハデスよ。力が抑えきれない。制御しきれない力がハデスを飲み込んでいくわ。このままじゃハデスが。ゼウスよ、俺は本当はお前のことを。ハデスの声が聞こえる。あの子の心の底ではきっとあなたを。だからこそ終わらせねばならぬ。さあ先に出してやろう。バカ、これほどの力をもってしても俺は。勝負あったな、ハデスよ。神々の王たる我が力、思い知ったか。と言いたいところだがな、今回勝ちを得られたのはわしの力がお前より秀でていたからではない。違いがあったとすればただ一つ、神といえど単独ではなせぬこともある。そのことを示し力を貸してくれる者たちがいた。それだけのことなのだ。お前ともまたそうした中に戻れることを信じている。参ったな。やっぱりここは俺には眩しすぎる。冥府へ帰っちゃったのかしら。まあ最後まで勝手な子ね。ですがゼウス殿のお気持ちはハデス殿にもきっと伝わったと思います。どうやら我らも長いは無用ということらしい。その通りだ。ユグドラシルは核を失った。もう長くはあるまい。
ダーリン、ここは我が命を懸けて作り上げた場所。一人で見取らせてもらおう。オーディン、あなたはみすみす死んでやるつもりはない。生き延びてみせる。今回もな。勝手な子たちばっかり。そうだな。しかし、こたびの一件で彼らの心に少なからず変化が生まれたことも確かです。人の子らよ、お前たちを巻き込んでしまったこと、今改めて詫びておこう。悔しいけど、私たちの力だけじゃきっとこういう結果は生まれなかったわ。これはあなたたちと一緒だったからこそ切り開けた道だから、心からお礼を言わせてもらうわ。本当にありがとう。やれやれ、どうやらこの世界に幕が降りるようだ。もう少し君たちのことを学ばせてもらいたかったが、それは次の機会まで持ち越しとしよう。まあそんな機会はないに越したことはないんだがな。さらばだ、人の子らよ。何時らの行く新たな道の先に光あらんこと。それでいい。